スクールガールゾンビハンター、こちら、はい、こちら、霧作高校。たった今、ドローンで救援物資を送りました。到着しているはずです。じゃあ、今の音が。やったー。じゃあ、マエがひとっ走り回収に行ってきます。姫路、待て。頑張って、ここまで。救援物資ね、何か美味しいものでも入っていればいいですけど。私も行ってきます。え、危ないよ、さゆり。校庭には装備が。でも、マヤヤちゃんを一人で行かせられないでしょ。アキア、頼んだ。はい、さゆり。大丈夫だよ、リサ。ゾンビなんか蹴散らして荷物すぐに持ってくるから。行ってきます。アキア。え、何ですか。エナミさん、姫路には気をつけろ。え、それってどういう。マヤヤじゃなくても大丈夫そうじゃない。おお、今の激レアゾンゾンだよね。
れちゃった。
ゾンビハンター。これで食べ物はマヤヤのもの。ここに隠しといて、後でこっそりと。うひひひひひ。あとはゾンビに襲われたふりをしてみんなのところに帰れば。見つけた、マヤヤちゃん。ちょ、サユリ、なんでここに。校庭に足跡ついてたよ。しまった、足跡まで気が回らなかったわ。マヤヤちゃん、食料独り占めしようとしてたの。うん、そうだよ。なんで、なんでそんなことするの。今はみんなで助け合わなきゃ。別にいいじゃん。だってマヤヤ生き残りたいもん。生き残りたいのはみんな一緒だよ。だから分け合って助け合って、分け合って助け合って、それで他人が助かってもさ、自分が死んじゃったら何もならなくない。マヤヤちゃん、何を言ってるの。サユリンだってさ、一番大事なのは自分が生き残ることでしょ。それは私だってもちろん生き残りたいよ。でもさ、みんなにも同じくらい生き残ってもらいたいよ。なんで。当たり前でしょ、仲間なんだから。仲間。マヤヤ、そんなのになった覚えはないけど。もうどう思われてても、私にとってマヤヤちゃんは仲間なの。何それ、勝手に決めないでよ。わけわかんない。しまった、また集まってきちゃった。もうこれはマヤヤのもんだかんね、誰にもあげないから。私たち全員生き残るよ。それそれ、突撃。今の作戦これでよし。これで良きに行け。これで良し。これでいいもの見つけた。ゲット。これで良し。よし、あと3回だ。
なんとか倒したね。いった。マヤヤちゃんどうしたの。さっき体ひねった時足くじいちゃったみたい。本当？ちょっと見せて。手当てするから。大丈夫だよ、こんくらいなんでもないから。ダメ、いいから見せなさい。これでよし。どう？歩ける？なんとか歩けそう。よかった。ありがとう。どういたしまして。ねえ、さゆりんって変だよね。え？何が？だってさ、人のこと助けて何の得があるの？得とか損とかそういう理屈なんかはないよ。困った時は助け合うのが当たり前でしょ。よくわかんない。さて、じゃあこの食料運んじゃうね。うん。うわ、結構重い。こんなのよく一人で運べたね。マヤヤちゃん、見た目より力あるんだな。サユリンってやっぱり変なやつ。でも、スクールガールゾンビハンター。遅かったな。救援物資はちゃんと持ってこられたか。まあね。さゆり大丈夫だった？怪我してない？うん、平気だよ。大丈夫大丈夫。アキア、姫路は？いいえ、マヤヤちゃんちゃんと物資を運んでくれましたよ。そうか、ノランはいいんだが。な、何？
みたいですわね。なんか今までのゾンビとは違う声だったみたい。私ちょっと様子を見てくる。あ、ちょっとさゆり。マヤヤも。姫路、偵察なんて面白いものでもないでしょうに。物好きですこと。多分ここに入ったんだと思うけど。ソンゾンが図書室に用事とかなんだろうね。まさか勉強？上半身が2つあるの。人間の上半身を切り離して2人分をつなげた。こんな感じかな。うわ、気色悪い。どこのホラー映画。やば、こっちに来る。動きが速い。ちょ、ちょっと、あっちにも出てきた。1匹だけじゃないの。倒すしかないね。もうしょうがない。別にお礼なんていいよ。だってほら
こういう時は助け合いなんでしょ。マヤヤちゃん、あれ、こいつなんか持ってるメモ書き。うわー、なんかすごい綺麗な字。まさかこのズンズンが書いたんじゃないよね。え、これって外に繋がる通路？スクールガールゾンビハンター1号館の地下に外へつながる通路あり、厳しく守備せよか。このメモを、その気持ち悪いゾンビが。もうね、すっごいキソいゾンビだったんだから。これってゾンビたちに対する指示書みたいですよね。意外とゾンビというのは組織的に行動しているらしいな。組織的。ゾンビのくせに生意気だ。リーダーみたいな存在がいたりするのかな。リーダー。外へつながる通路。そのようなものがあるのならば、私ぜひ探索に行くべきと思いますの。いかがかしら。もし罠だったらどうする。自分から敵の支柱に飛び込むのか。もうそんな、私はこんなところでじっとして救援を待つだけよりも、自らの道は自ら切り開きましょうと申しておりますのよ。それとも上条先輩は臆病風にでも吹かれたのかしら。なんだと。ちょっとレイちゃん、やめなよ。いいだろう、私も行こう。本当に外に出られるならば、それに越したことはないからな。あの、私も行きます。え、リサも？だったら私も。いや、アキハはここにいてくれ。そして少しでも疲れを取るんだ。はい。はーい。じゃ、マヤヤも休んでるね。イメージは好きにしろ。リサ、何？サユリ、本当に大丈夫？怖くない？うん、平気だよ。その通路っていうのに、その興味あるし。よし、頼むぞ久保田。ではパーティーは私たち3人ですわね。リサ。何？サユリ、気をつけて。無茶はしないでね。では行くぞ。それじゃあ私はこっちを探すね。今のってカラス？
とりあえず開いておくね。クールガールゾンビハンター。1号館の地下に外へつながる。それじゃあ私はこっちを探すね。どれ？
まだ終われないんだな。上条先輩、ゾンビが集まっていたということはメモの命令は本当かもしれませんね。しかし肝心の外へつながる通路というのは一体どこなんだ。やっぱりガセなんじゃありませんこと。ああがっかり、久保田、何か思い当たる場所があるのか。開かずの間。開かずの間？何ですのそれ。いえ、ただの物置らしいんですけど、1号館の1階で調べてないのはそこくらいしか。わかった、ここまで来たんだ、行ってみよう。ここか。本当にただの物置じゃありませんの。やっぱりハズレ。見てください、ここ床板が浮いてる。これか。よし、入ってみよう。あのどうした。すごく嫌な感じがするんです。やっぱり入らない方が。ここまで来て何を言ってますの。バカバカしい。久保田、怖いなら拠点に戻ってもいいぞ。私行きます。行かなきゃいけないんです。新しい武器かな。